プレゼンツビットナイトワールドカフェ天下ちゃん改めまして剣道小林ですそしてアインシュタインのカワイトアインシュタインの稲田ですお願いしますお願いしますこれは本当にもう俺が悪い単なる愚痴ということは分かってんねんけどいやでも僕自由やからそれはあのトレイがついてる以上なはい下ろすのも自由ま寝るのも自由やけど俺が通路側に万が一座ってたらそれはせえへんなと思うのよ俺はいや僕めっちゃ分かりますそれまああとアインシュタインとは違ってまあ私なんかはい グリーン。グリーンです。グリーンじゃなくても、トレーありますし。気持ち、あ、あります。あるんだ。いや、その乗ってた時期あったでしょグリーンの前はそうやったでしょありますう。めっちゃ嫌ですね、僕。あの、トレ僕もほんまにそのトレー。あの出しっぱなしで寝てるやつも嫌やし。 あの肘掛け肘掛け戦争あるじゃないですか、うんうん、あるあるあれああそっかそっかあるのかあそっかグリーンはないんかグリーンはねはあの肘ぐらいは両方2人とも置けるぐらいのスペースがあるんですしまった <laughs> 共通のやつじゃなかったねうん、ね、まあでも左ですよね、あのー、グリーンじゃない車両は左,左側が自分の肘ですよねそういうことやねそうね多分 いやちょっとよくわかんないなそんな話なん <laughs> 序盤で交われへんことになります僕ら<ー> <laughs> となんでディスカッションしたいと思ったんですか <laughs> <laughs> いやどうもだって、あのーまあ、ほんまに愚痴なるけど、はいまあ、他席空いてんのよああまあ確かに何、ね、んです何で通路側指定するのかなこの人っていう<ー>ちなみに俺は飛行機だ絶対通路側指定すんのよそれはあれですよね 以前もおっしゃってましたそうですねそれは CA の制空圏内に入るっていう CA の制空圏内に入って言ったらね上の荷物チェックするときにちょっと寄るっていうそれだけのためにそうですねちょっと傾いてる健康コバさんやっぱだいぶ面白いですよねそれ分かるはいはいそれ理解できるなんで新幹線通路側指定するのかなと思う なんか自分がトイレ行きやすいようなのかなあああじゃあその気持ちがあるならば、はい、トイレトイレにより行きやすくなる、うん、という気持ちがあるならば奥の人のためにトレイをあげるべきじゃないのかまあ絶対的にそうやと思います弁当がなくなった瞬間に、はい、そうですねいやほんまにそうやと思いますそれがたしなみなんじゃないのか人の僕はもうだから容赦なく起こしますえ強いなお前 え、なんてて言っているですかえユースってユースってあちょっとすいません前いいですか嫌なんですよその無神経さその向こうお前が無神経やねんぞっていうのはやっぱり分からしたいんですよねなるほどそうやな、はい、俺なんかやっぱ窓側やけどトレーはあげるもん それは誰に向け誰にも向けてないけどやっぱあげる俺は寝る時は何かあるかもしれんな誰かが誰かが何か行動しにくいことみたいな一応念のためにってことですよね金健康さんは通路側にトレーで出したまま寝てはる人の時どうされた俺はもう抜き足差し足でスローダンスみたいにして当たらんようにして そんんなススペーあるですかそうやだから自分でやで自分で横の人のこの上のものを持ってトレちょっとだけ上げてこっそり抜けて通路に出たらもう一回ゆっくり戻して物を置いてじゃそやねん何で俺がここまでしなあかんねんき置けろやっていうかトレ上げろやってすごく言いたいんやけどそうっすねそうやでも難しいですよねその他空いてんねんから お前が動けやっていう方も多いでしょうけど席のねあの添乗員さんに言うたら席ってある程度は変われるから新横浜から乗ってこられたからね俺先やから何で俺動かなあかんねんそこの意地もあるしね意地もやっぱり意地もあるそうなんですよでグリーンはほんまに大体空いてますよね すごいシワスであるとかー、はい、ゴールデンウィーク、ね、今日も空いてましたはい、はい、ほとんどがみんなあの、まあ、2席をね使うような上てカバン横にパッと置いてる、はいはい、俺だけおっさんと二 <laughs> <laughs> 人隣同士寝上がるトレー出したままグースカー牛飯の空箱を置いて <laughs> <laughs> 飲みかけのお茶を置いてそれ片手で俺もゆっくり取り上げて <laughs> くぐり抜けてそっと下ろしてもう一回前と同じ位置に置く <laughs> 動いてませんよな<う>アピールもう一応、うんうんうん、人のもんやから <laughs> 動かずもあれかな1<ー>一個もグリーンなことないや一個もグリーンじゃない <laughs>、まあ、アインシュタインとは違ってねグリーンですけど <laughs>